入表島、入表島は、沖縄県八重山郡竹富町に属する、八重山列島の島である。同列島で最大の面積を持つ。人口は2376人、2018年3月末、である。面積 289.62km、周囲 130.0km の島で、面積は日本で、第12位、沖縄県内では、 沖縄本島に次いで第2位である。竹富町地区別人口同体表に基づく人口は2376人、世帯数は1311世帯、2018年3月末現在。入表という地名の表は石垣島の表岳を指し、表岳の西にある山の意とも言われる。西表島という名称が使われるようになったのは18世紀以降であり、 古くは、所の島や古見島と称された。山勝ちで、平地に乏しく、山や森林が、海岸近くまで迫っている。人の居住地は、海岸戦争いのわずかな平地に限られる。古見武士、小見岳、標高469.5メートル、手堂山、標高441.2メートル、五座岳、五座,座岳、標高420.24メートルの、 琉球諸島全体でも、屈指の標高を有する山々をはじめとして、多くの山で、島全体が覆われるものの、中央ほど標高が高いわけではなく、遠方から見た島影は台形に近い。入表島を代表する裏内川、延長 18.8km や中間川、延長 7.45km はいずれも、沖縄県内でも大きな川で、特に裏内川は、 県内最長である。上述のように山が連なる地形のため、裏内川は、島の南東部を源流として北西へと、中間川は、西南部を源流として、東流へと、いずれも島の反対側まで流れる。川は数多く、島の外側が急斜面であるため、カンピレーの滝、マリーユズの滝、ピナイサーラの滝をはじめとする滝も多い。先山湾は、 自然環境保全地域に指定されている。亜熱帯海洋性気候に属する。また月別平均気温の平年値、1981から2010年に基づけば熱帯雨林気候に相当する。ほぼ全域が、西表石垣国立公園の公園区域に指定されており、その内裏内側源流部、仲間側源流部及び甲府るみたけし、座岳一帯。 4,624ヘクタールが特別保護地区である。また、イリオモテヤマネコやヨナクニカラスバト等の希少な野生鳥獣の保全を目的として、島の森林地域のうち、約3,841ヘクタールが、国指定イリオモテ鳥獣保護区、希少鳥獣生息地に指定されており、そのうち2,306ヘクタールが特別保護地区である。島の面積のうち、 90%は亜熱帯の自然林で覆われており、また約8割は国有林である。山奥から流れ出す浦内川は下流の寄水域では広大なマングローブ林を形成する。その他にも海岸線の河口や内湾には多くの場所でマングローブ林が発達する。日本産のマングローブ植物7種がすべて分布するのはイリオモテ島だけである。 発達した湾根を持つサキシ島スオーノキも分布し、マイラ川河口にある古見のサキシ島スオーノキ群落は天然記念物に指定されている。内陸はイタジーやウラジロガシを中心とする森林に覆われている。熱帯系の生物が多く、熱帯域の植物で耳持ちしだ、ニッパヤシなどはこの島が北限になっている。太古の海神気にも完全に水没することなく、 結果として、島の生物群は独特の生態系を維持したまま、現在に至る。特別天然記念物のカンムーリワシ、イリオモテヤマネコ、天然記念物のセマルハコガメ、キシノオエトカゲ、サキシマハブなど、珍しい動植物の宝庫である。イリオモテヤマネコのように、イリオモテと固有のものもあるが、多くは、石垣島などにも分布する八重山諸島に、固有の動植物である。 入り表の名を持つ生物には、以下のようなものがある。入り表島にのみ分布する固有種、亜種、変種を含むには、以下のようなものがある。マラリア発生地であったため、定住が困難であり、東部の古見や西部の疎内集落といった例外を除き、古くからの集落は、ごく少ない。古見は、古見の主で、1678年には、所が置かれ、明和年間、 1764年から1772年には一時800人を数えるほど栄えたという。しかし、1771年の八重山地震、明和の大津波やマラリアの流行のために人口が激減して、古見を含む多くの集落が水尾し、廃村に至ったものもあった。また、琉球王朝時代には、18世紀前半のサヨンの四世紀を中心に、八重山地方における、 マラリアの実情を解さない琉球王府により幾度もハテルマ島や黒島、新城島からの強制移民が行われたが、ほとんど失敗している。低島で水稲栽培に適さない竹富島では、人島税期1637年から1902年から本土復帰頃まで稲作が可能な西表島まで船で通って水田を作り、 マラリアのない、湯布島に田小屋を構えて寝泊まりする校が行われた。1886年、明治19年、三井物産会社は、炭鉱採掘の許可を受け、甲府204名に採掘させたが、3年間で100余名の死者を出し、残り下半もマラリアに罹患したため、1889年、明治22年に事業を休止した。1893年、 明治26年、笹森義助が、入表島を探検する。その後も開発は進まず、人口規迫の状態が続いた、1919年、大正8年頃の総人口2889人。大正末期から昭和初期にかけて、北部内立地区に入表炭鉱が開かれ、一時はかなり発展したが、第二次世界大戦中に次第に衰退した。 第二次世界大戦末期に、ハテルマ島等の住民が強制的に、イリオモテ島への集団疎開を命じられ、多くの住民がマラリアにかかり死亡した。これを戦争マラリアと呼んでいる。以上のように、マラリアの蔓延等により開発が遅れたことで、結果として豊かな自然が残ることになった。なお、八重山列島のマラリアは1961年に根絶された。 島内に存在する地域と集落、廃村を含むは以下の通りである。かつては集落ごとに小技が存在したが、現在は廃止されており、番地表示が実施されている。主要な産業は、砂糖キビやパイナップル栽培などの第一次産業、農業と観光関連の宿泊施設や飲食店などの第三次産業である。西表島は、 ミシュラングリーンガイドジャポンで2つ星の評価を得ている。裏内川、仲間川のほか、数多くの河川でのカヤッキング、海洋でのシュノーケリング、スキューバダイビングなどのアウトドアアクティビティが盛んで、多くの観光業者がツアーを企画している。また、西表島の特有な自然環境を対象としたエコツアーが人気である。しかし、ゴミの処分や下水道設備の増設が不十分で、 急激な観光客数の増加に対応できないという問題も指摘されている。西表島への入域観光客は2007年、平成19年の40万5646人をピークに減少している。2011年、平成23年に25万4011人で、そこを打ち、その後は増加基調ではあるものの、2016年、 平成28年でも329,917人とピーク時に及ばない。また、観光客の多くは依然として、石垣島からのツアーの団体客に代表される、日帰りの通過型マスツーリズムであり、個人客についても日帰りの割合が増加している。近年の統計はないものの、宿泊者は入域客の1から2割程度にとどまると推定されている。 上原地区のとどまりの浜でのリゾート、ホテルにらかな入り表等開発計画に対して、住民や当該有志が、開発業者のユニマット不動産に対して、開発行為の差し止めを求める訴えを2003年7月1日に、那覇地方裁判所に提訴、原告側弁護団長、井口博弁護士。審理中の2004年7月に、ホテルが開業したため、原告側は、 請求を建物撤去及び営業停止に変更したが、一審で住民側の請求は棄却され、二審でも控訴が棄却された。中学校2校、小学校4校、小中平地校2校がある。島内に高校はない。空港はない。島外との交通は、石垣島との間の定期航路が中心である。島内には、海岸沿いに県道が走るもの。 西部から南部にかけて途切れており、一周道路はない。南西部にある、船浮集落には、道路が通じていないため、島内の他地域との交通手段は船のみである。東部の大原港、中間港、北西部の船浦港、上原地区、船浦地区、南西部の白浜港、船浮港の四つの地方港湾がある。八重山観光フェリー及び安栄観光の旅客船。 高速船は乗船券が共通で、いずれの会社の便にも乗船できる。県道の西端の白浜港と道路が通じていない、船浮集落の船浮港との間で、船浮海運が1日5往復、下記は6往復の定期航路を運航している。白浜港ターミナルには、入表炭鉱などについての掲示物がある。1日4往復、県道215号が、 西部の白浜から東南部の早見まで島の海岸沿いに走るが南西部で途切れており島を一周する路線はない。また、島内部はジャングルであり横断、縦断する路線もない。信号は島内に2カ所しかなく、内小学校の前に設けられたものの設置目的は交通安全教育のためである。ラジオテレビとも島東部では石垣島の石垣中継局、 西部では、ソナイのソナイ中継局からの放送を受信する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。